ポーリーヌ・フェリシテ・ド・マイ・ネイルは、フランス王売るい15世の大焼け目かけ、ネイル姉妹の次女、バンティ・メール公爵夫人の称号で一般に呼ばれる。ポーリーヌ・フェリシテは、姉妹が10代で結婚していく中でなぜか縁がなく、20代の半ばになっても結婚しなかった。これは、当時の貴族の娘としては、かなり遅い。ところが年、宮廷に上がって、 こうめかけとなっていた姉、ルイズ・ジュリーに呼ばれて、ベルサイユに赴いたことから人生が変わった。ポーリーヌ・フェリシテは、姉と同じかそれ以上に、同時代人からその顔の美しさによっては、評価されていない。背が高く、目つきも不尊で、首の長いことについては、王からからかわれたこともある。妹に、敵弾兵のようだと言われもした。しかし、王を楽しませることについては、 姉と同等以上の能力を発揮した。やがて、ルイズ・ジュリーに飽き始めていた王は、妹を愛称にしようと考えるようになった。王は彼女を、バンティミール公爵と結婚させて、身分と地位を与えた上で、やがて自らの愛称とした。予想外にも妹がライバルとなったルイズ・ジュリーは、後のように追い出されることはなかったが、何とも動きようのない立場に立たされた。新しい愛称に、王は、 ショアジーンの上官を与え、かなりの時間をそこで過ごした。ポーリーヌ・フェリシテは、王の子を妊娠し、ドミーコール類と呼ばれる緑子を出産したが、その後彼女の容体が急変し、死亡した。繊細だった王は、彼女の死にショックを受け、しばらく自らの行いを反省するかに見えたが、王の意志は常に長続きせず、一時は、 関係を回復しかけたルイズ・ジュリーも見捨てて、新しい愛称を探すようになった。ポーリーヌ・フェリシテは、姉と違い、県政欲が旺盛で、人事に介入し、王に、フルーリーやモールパを退けるよう働きかけた。この路線は、妹、マリー・アンヌに受け継がれた。ありがとうございます。